靴低いぞ、ケツ。すねの骨と大腿の裏側の角度、これね、よく見といてよ。はいよ。しっかりウェイト乗せろ。もう少し回転力、スキーの回転力出して。はいよー。の面返すって面を返しながら移動していくんだぞ。これ立ち上がってパッて返すんじゃなくて。ああピンボケだ、なぜか。少しずつ外足の回転力出てきたけど、キャッチが甘いぞ。もう少しもも前半少し距離取って、もも立てて距離取って、そんで縮んでいくの、逆にね。前半少し低くて後半こう蹴らされて伸びてるから、ラインじゃラインじゃラインじゃ。朝日も急斜面ワンツースリー気をつけてくれ。柔らかくね、ドーン行くなよ。はい、内足の内側サイドの先行、内側回転へのこう導いていくような向きね、これがないな。そうそう、流れ出して遠心力もっとキャッチして、スキーの先端の向き変えんな、切り替えてから。もっと速い位置から、高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 い位置から。どっちからでもどうぞ。はい、状態、はい、キョン、ボール巻き込むように、そうストック、右手少しハンドワーク、爪もっと傾ける、爪もっと傾ける。ほら、もっとキャッチしろ。インサイドブロックだぞ。外ももの絞り、GS と一緒だ。腰ももでもう少し絞ってこいよ。腰もも、もっと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 。たっぷり笑ってるから。